Música 皆さん,こ,んにちはここからはですね JMUK 事務局について少しご案内させていただいた後にあのに今各大学さんにですねお伺いさせていただいてお話ししているとあのよくいただく質問というのがあのちょっと共通してくる部分がございますのでその点を中心にお話をさせていただければと思います。 まずあの私ども j m u c クの組織についてなんですけれども、えー、と昨年の11月1日にです、ね、一般社団法人として法人登録をしておりますあの先ほど福原先生の方からお話があったようなあのアメリカのコーセラとかエデックスのようにあの多額の資金を集めてきてとていうあの形が日本だとなかなか難しいというところもございますしあのフランスのようにです、ね、あの国の政策としてあの国が資金を出してプラットフォームを立ち上げるという動きもなかなか難しい状況にあのございますので で、その中で、あの、産学連携で、あの、立ち上げた組織が、あの、私どものジェム区となっております。で、えっ、ー、と、これ、ちょっと、あの、数字がですね、えっ、ー、と、変わっているんですけれども、さえっ、ー、と、先月時点でですね。特別会員の、あの、企業様が七社、正会員が五十五機関、そのうちですね、大学さんが二十大学。えっ、ー、と、共産会員が九機関、個人会員の方が二十名ということで、えっ、ー、と、組織をさせていただいております。で、現在、あの、えっ、ー、と、登録の手続きをしていただいている大学さんが、この他に。 時効ほどございまして、でえっ、ー、と今日もあのまさにですねいつあの入会のご申請をいただいたということで、あのまあいろいろとメディアで取り上げていただく機会もあの多くてですねこのように皆さんにもあの集まりいただいてご関心高くいただいているなというところを感じているところなんですが、まあ今後まあの百大学に向けてですねあの数を増やしていければなというふうに思っております。で私どものミッションステートメントとしてあの上げさせていただいているのがこちらに書かせていただいている部分なんですけれども、あのまあ日本の大学さんのですね教育力であったりと。 研究力というところを日本国内に発信していくというところはもちろんなんですけれどもアジアの国々でもです、ね、日本で教えている経営だったりとか例えば製造だったりとかそういったところのノウハウを学びたいというところの声もございますし日本語を勉強したいとかまたアニメを勉強したいみたいな声もございますのでそういった日本ならではのコンテンツというのもです、ね、ご提供していければなというふうに考えております。 えー、JMOOC の会員になっていただいた皆様にはです、ね、あの定期的に最新の情報をあのお伝えするようなあのシンポジウムを開催させていただいたりとかそういったところにご参加いただくほかにです、ね、あの各ワーキングというあのワーキンググループを立ち上げておりますでこちらに書いてあるようなです、ね、テーマでいくつかあのございますので各大学さんのご興味関心にあの,の高いところにですねご参加いただいて、まあ、企業の方と,あのちょっとネットワークを作っていただいたりとかそういった活動に使っていただければなという,ふうに思っております。 でえっ、ー、と私ども JM クがですねあの私たち自身であのプラットフォームを持っているというよりはですね特別会員であのなおつながれていただいている企業さんを中心にあの各企業さんからですねプラットフォームをご提供いただいてそれをあの JM クの公認プラットフォームとしてえっ、ー、と打ち付けさせていただいているというような関係にございますでえっ、ー、と現在ですねえっ、ー、とこうスタートしているのがえっ、ー、とこの上の2つですね学校 というあのプラットフォームと OuJmook というプラットフォーム2つになっております。で、えっ、ー、とこの一番下のオープンラーニングというのがえっ、ー、とこの秋口にスタートする予定で、えっ、ー、とこの3つのプラットフォームの中からもしあの講座をご提供していただくことになりましたらお選びいただいて講座をご提供いただく形になります。 でえー、とまず学校の方なんですけれども、こちらは NTT ドコモさんと NTT ナレッジスクエアさんというあの e ラーニングをずっとやってらっしゃる企業さんなんですけれども、そちらが一緒になって立ち上げたプラットフォームでして、えー、と2月3日からです、ね、受付を開始しておりまして、こちらに書いてあるような講座のご提供を今、だいているというような状況です。 OUJMOOC というのが、えっと、放送大学さんがご提供していただいているプラットフォームでして、3月末から、えっと、受付を開始して、今です、ね、この2講座を、えっと、開講しています。こちらは、あのまあ、アジアとかであのネットの環境がなかなかあの整備されていないようなところでも学んでいただけるようにということで、あの先ほどご覧いただいたようなその動画をあの、まあ、オンラインでつないであの見ていただくというよりはあの、電子ブックをダウンロードしていただいて、学んでいただくような、そんな作りになっております。 でえー、と3つ目のオープンラーニングというところですけれどもこちらももうすでに南高坂開校の予定が着々と進んでおりまして、えー、と8月かもしくは7月末ぐらいに、えー、と開講あの受付をスタートいたしまして9月から順次開校していくという予定になっておりますあのネットラーニングさんというのもあの長くあの e ラーニングをあの携わっていらっしゃる企業さんでそういったところのお話をたくさんお持ちです。はいで えっと受講登録から修了証を取得するまでの流れというのをあのこちらでご紹介をさせていただければなと思います。まずあの JMOOC のホームページの方でですね、えっ、ー、と口座を選んでいただくと。 いう形になっておりますでその中からご興味のある講座、インターネットであったりとか、あのアニメだったりとか、えーと、そういったところを選んでいただくと、えー、と次にです、ね、あの各公認プラットフォームのサイトにあの遷移するような形になっております。でこちらで、えー、とお名前、えーと、パスワード、ユーザー名、えーと、あとメールアドレスですね、をあの登録していただいて、えーと 登録が完了しましたら、あの好きな講座をご受講していただくというような流れになっております。あの通常の単位を付与するようなあの科目通り修正とよりもまたさらにあのハードルが低い形になっておりまして、この4つの情報だけご登録いただければあのどなたでもあのご登録いただけるというような流れになっております。 でこのユーザー名というのはディスカッションボード上でディスカッションしていただくときに書き込みをしていただくときに使っていただくお名前で本名というのは最後に出てきますけれども終了証に記載するお名前になっておりますなのでこれも本当にあくまでも個人の申請ベースでという形になっておりますのでちょっと本人認証についてはまた今後の課題になってくるかなと思っております。はい でえー、と受講していただいた後に発行される修了証なんですけれども、こちらはです、ね、あの先生のお名前で発行していただく形になります。あの先生のご所属であの大学名を記載するあのされる形にはなるんですけれども、あくまでも先生のお名前であの発行していただくようなあの修了証になっております。はい、であの先ほど、村井先生の講座をです、ね、少しあの動画をご覧いただきましたけれども、えー、とちょっと全体的な流れをもう一度改めてご案内させていただきます。 まず1週間の授業の構成なんですけれども大体90分ぐらいの長さのものを1週間ずつアップしていただく形になるんですが通常、授業をやっているものをですねそのまま録画して90分間流すというよりはです、ね、10分単位に区切っていただいて10分前後ですに、ね、区切っていただいて間に学習の確認テストというのを入れていただきます。でこの10分プラスス確認テストみみたいな組み合わせをですね 大体5セットから10セット、まあ、トータルであの90分ぐらいになるようなボリュームで作成をいただきますで1週間の終わりにです、ね、課題を設定していただいて、えーとまあ、テストであったりとかレポートであったりとかあのそれはあの内容によってあのお選びいただけるんですけれどもこういった形で1週間のえと学習をあの構成をしていただきますで、えー、と全体的な長さなんですけれどもこの1週間のセットをだいたい4週間ぐらい 繰りり返してていただくようなな長さになっておりますでこれは5週間だったりとか6週間だったりとかというところを想定されている大学さんもあるかもしれないんですけれども通常だと15個番の授業がベースになるかと思うんですけれどもあくまでもオンラインで自主的に学ぶというところがベースになりますのでちょっと15週というふうになってしまうとちょっと学習者にとって負荷が大きすぎるかなというところもございますので一旦4週間というのの基準の長さとさせていただいております。 でちょっと個別にあのどうしても5週間にしたいとかあの3週間で用意したいみたいなところがあればですねまたあのご相談をさせていただければなと思っておりますのであのお声掛けけいいただければと思います、はいでえっと、最終的なですね総合課題というのを最後にあの設定をしていただいてこちらもレポートあのテストどちらでも結構なんですけれども設定をしていただいて終了要件テスあのにあのきちっと達成していたらあの修了証を発行していただくという,ような流れになっております。 でこれはあ,のあくまでもオンラインでの学習の内容なんですけれども、例えばこの2週目と4週目の最後にです、ね、対面の学習をあの組み合わせていただいて、オンラインで学習したことをベースに、えー、とより深い議論をしていただいたりとか、演習をちょっとあの対面でしていただいたりとかということを組み合わせて、ですね学習効果をさらに高めていただくということもあの可能です。 でえー、と講座のスケジュールなんですけれどもこれちょっと一講座目であったあの、えー、と東京大学の本郷先生が開講してくださった講座の例で、えー、とご紹介させていただければと思いますこの、えー、と黒曜日のところがですね、えーとえー、と日付になっておりましてこれ毎週月曜日の,あの日付なんですけれども一、えー、週ごとにですね 例えばこれ1週目、2週目、3週目、4週目と,えと週のテーマがあるんですけれどもこの週ごとにあの毎週月曜日に講義の動画をあのアップしていただきますすべ、えー、ての講座です、ね、あの最後、えー、と公開が終わるまであの公開をしていただくような形になっておりますで課題なんですけれども課題はです、ね、あの動画と違ってちょっと締め切りをあの大体2週間ぐらいで設定をしていただくような形になっておりまして、えー、と大体1週目で 大体2週間ぐらいといとううような形で、えー、と順次あの課題の提出があって締め切りが来てというような形になっておりますので学習者の方もちょっと細かい締め切りがいくつかありますのでなんとかそこに間に合わせるというような形でですね結構締め切り間際にあの頑張る方が多いのかなと思うんですけれどもこういった形で学習計画を立てていただきやすいようなあの形に設計をしていただくようになります。 で次にですねあの大学にとっての意義、メリットってどういう部分があるんですかという、これもあのたくさんあのご質問いただく内容なので、ちょっと改めてご案内させていただければなと思うんですけれども、まだあの始まったばかりというところもございますので、まあ、ちょっとこれだけなのかそう、それにも他にもあるのかみたいなところも、ちょっとまだあの明確に見えていないところもございますが、あの私どもの方でイメージしているのはこの5つぐらいなのかなというふうに思っております。 ような形なな形んじゃないのかというふうにあのコースラーで講座提供されたあの東大の藤原先生もあの実はおっしゃっているんですけれどもあの海外の方とかもご覧いただいたりとか日本国内の方だったりとかもたくさんご覧いただけるような形になりますので、えっと、その教育力の高さであったりとかあの、まあ、進学検討者に対するあのアピールみたいなところで使っていただくことができるのかなと思います。 で2点目は学生募集ですね、こちらについてはあの特にあの大学さんから興味関心高くあのご質問いただきますので、ちょっと次のページ以降であの細かいデータも踏まえてご案内をさせていただければなと思います。はいでえっと、3つ目が社会貢献ですね こちらはの今、第三者評価であの社会貢献どれぐらいしていますかという指標があったりとかしていてあのエクステンションセンターとか公開講座であのどれぐらい年間であの学習されている方がいらっしゃるかというそういうデータをあのご報告されている大学さんもあるかと思うんですけれどもそういったあの学外あの大学の地をあの発信していくというところの活動の一つとして使っていただいて実際に受講登録されていらっしゃる方が何名ぐらいいらっしゃるのかとかあの修了書をどれぐらい発行しているのかというところをご報告してい いただくことであのより広くあのたくたさんの方にです、ね、大学の知あを共有しているというところをアピールしていただくことができるんじゃないのかなと思います。はいで えーと4点目がです、ねえー、と教育の質向上というところで先ほど MIT の授業をあの先生方も見ていらっしゃるというようなデータがありましたけれどもあの、まあ、ご自身の,あの講座を提供するというところであの先生にとって非常に刺激になるということだけではなくてです、ね、同じ分野で他の先生がどんなふうに教えているのかということであったりとかあと全く違う分野であの提供されている講座でもあの実はあの教え方の部分であったりとかテストの設計の部分であのヒントになる部分が出てくるかもしれませんと。 でそういったところであの情報を共有していただくというところで FD につなげていただくこともできるのかなと思います。であの学習ログデータもあの活用していただくことができますので、まあ、ど,ううどの時点であの離脱が多かったのかとかテストでどういうところを間違えるあの傾向が多かったのかみたいなところもあの今後はそういったデータをです、ね、使っていただいてより授業の内容をブラッシュアップしていただくそういったところにあのつなげていただくこともできるのかなと思います。 で最後にあの学習えっ、ー、とすみません他大学のオンライン講座の活用であったりとか他大学のえっ、ー、とオンライン他大学へのえっ、ー、とオンライン講座のえっ、ー、と提供というところを書かせていただいておりますがこちらはちょっとまだまだ可能性という部分ではございますけれどもこういったあのえっ、ー、と各大学さんのコンテンツをですね他大学さんにライセンス提供していただくというところの活動もあの可能性としてはあるのではないかなと思っておりますまだちょっとそのライセンス提供というあの正式なあの契約に基づいたものというところは具体的なお話はない 実際に授業の中であの補,助補助教材としてあの使えないかというようなお問い合わせはかなりいただいておりますのでそういった活用のしていただき方というのもあ,のあるのかなと思います。 でえー、と先ほどあった2点目の,あの学生募集のところにちょっと戻りまして、えー、と詳しいところをお伝えさせていただければなと思うんですけれどもあの学生募集といってもちょっと対象によっていろいろかなと思いますので一旦ちょっと社会人と,、えー、と高校生というところを分けさせていただければなと思いますまずあの社会人の部分なんですけれどもこちらはです、ね、あの大学院とか通信制大学にあの入学を検討されていらっしゃる方へのアプローチという部分では非常に有効なんじゃないのかなと思っております、えー、とこちらの下の下、ね、表が あの前述であの昨年9月に実施したデータをちょっといくつか福原先生の方からご紹介いただいたんですけれども同じ調査の中でえとこの縦軸があの先ほどあった向こうを今後学びたいとあの。 活用してみたいと思うかどうかというところを聞いているものなんですけれども、そのデータにですね社会人になってからあの自らの意思で学んだことがあるかどうかという経験についてお伺いしているのがこの横軸のものですね。この2つのデータをクロス集計をかけてみたんですけれども、こ,のこれから通いたいと思っている、自らの意思で学びたいと思っているという社会人の方の中で、今後、ムークを利用してみたいと思う方というのが非常に高くいらっしゃったんですね。なのででここういいったた活用していただくことで 先ほど報道でもありましたけれどもあの受講登録のハードルも非常に低く無料で学べるというところであのまずあの、企画の講座を MOOC で,、ね、で学んでいただいてより深くあの広く学びたいなというところで生活を結びつけていただくということもできるんじゃないのかなと思います。 で2つ目の高校生の方なんですけれども、えー、とこちらはまだまだあの受講登録者の中の高校生の比率がまだ限られている部分がありますので、今後、こうさらに広げていきたいなと、私の方のでも思っている部分なんですけれども、あの入学前にオンラインで、えー、としっかり1講座分学んでいただくというところで、あの志望校選択のところにです、ね、あの非常に有効な材料として使っていただくことができるんじゃないのかなと思っております。あの大学学学にに入っててかから初めて学ぶ学問分野とといいうののは非常にあの多くあるかと思いますので 入学してみてあこういう分野だったんだちょっと違ったなみたいなところではなくてあの実際入学する前に例えば心理学であったりとかこうイメージで思っている部分と実際学んでみてってところちょっとギャップを感じる部分もあの多い学問なのかなと思ったりもするんですけれどもそういった領域についてですねあの高校生時代に学んでいただいてあの実際一講座を取っていただいてあこれだったらやっぱりもっと学びたいなとかこの先生の講座ってすごく魅力的だからもっと受けてみたいなというところをあの今までのオープンキャンパスで模擬講座をやって いらっしゃるところもあるかと思うんですけれどもそこよりもさらに深く学習していただくということができるんじゃないのかなと思いますで先ほどあった東大の反転学習コースでですねちょっと取り組んだ内容についてちょっとお話しさせていただければと思うんですけれども全体のですね反転学習コース100名の枠を設けさせていただいていたんですけれどもそのうち10名を高校生特別枠ということで設けておりました。 でこの高校生特別枠というのか、えー、無料で、授業料は無料で、一般の方は1万円の金額をお、えー、支払いいただいたんですけれども、えー、と高校生については無料で、えー、と提供させていただいて、えー、と交通費もです、ね、東大さんの方でご負担をされて、えーと、全国各地から優秀な高校生を集めたというような事例になっております。 で実際あの10名の枠だったんですけれども非常に優秀な高校生の応募が多かったということで最終的に24名の方を受け付けをいたしまして、えー、と長崎であったりとか、えー、と福島だったりとかそういったところからもあの高校生が集まって、えー、と学習をされていらっしゃいました。 でこれはまだあのそういった取り組みがないのであの新たな取り組みになるのかなと思うんですけれどもこういったムークでの,あのオンラインでのえと学習のですね成績の良さだったりとかあと対面学習でいらっしゃったときにどういうふうに積極的に授業に参加しているのかというところのそういった姿勢をですねあの評価いただいてまあそれをあの入試の一部としてあの例えば何か入試を一部免除していただいたりとかあの奨学金を上げたりとかまあそういったところであの入試の中に組み込んでいただくということがもしできるのであればあの新しい取り組み としてですね。またメディア等からも注目される可能性は高いのかなと思います。これが実際のえっと反転学習コースの時のですね。写真をちょっといくつかご紹介をさせていただいているんですけれども、えっと第2週、第4週目のえっと土曜日に開催をしていまして。あの？ 最初の挨拶のところで酒井先生からお話をいただいた13歳の中学2年生というのはこの子がそうなんですけれども彼女はですね歴史がものすごく好きで中学校の歴史の授業はなかなか満足がいかないということであの歴史の番組だったりとか結構よく見ていらっしゃるということでお母さんがたまたまこの取り組みを知ってあの行ってみればということであの申し込みをしてくださったそうなんですけれども当日大阪からですねあの来ていただいたんですけれどもえっと彼女も非常に積極的にあの。 意見をの発表していただいたりとかしていまして、実際、本郷先生もです、ね、あのぜひあの何年後かに東大で待っていますみたいなことをお声がけされていたりあのしておりました。 ちょっと終わってからご本人にあの東大入,る入りたいのって聞いたらいや東大と京大で迷ってますみたいなことを <laughs> あのおっしゃっていましたけれどもあの、まあ、非常にこういった優秀なあの学生さんがです、ね、来ていただいてあのこの学問分野に興味があるからこそあの学びたいという意欲が強いというあのそういった学生さんを集めることができるんじゃないのかなと思いますのでぜひそういった取り組みについてもあのご検討いただければなと思います。 であのこの授業の後にですね、懇親会を開いていただいたりとか、あとの先ほどの社会人向けの方でもそうなんですけれども、反転学習をしていただいた後にですね、同じ日に大学の説明会をしていただいて、あのまあ、あのより詳しい説明を聞きたい方は説明会の方にも残ってくださいというような形で誘導していただくこともできるんじゃないのかなと思います。 であの実際、修了書を発行された方に対してはですねあの大学の,あのご案内メールを送っていただいたりとかそういったことも可能ですのであの私も実際、何講座か受けている中であの講座を受けているとですねその先生のファンにどんどんなっていくんですね。なので、修了された方というのはその学問領域についても非常に興味関心高いですしあと、その先生についても非常にあのこの先生から学びたいなという気持ちが非常に強い方たちですのでそういったあの各大学さんにロイヤリティの高いあの学生 生産に対してあの修了証だけではなくって、あの今後のご案内というところを送っていただくこともできますので、そういったところをうまく活用していただければなと思います。はい、で、えっ、ー、ともう一つですね。あのまあ、興味はあるけれども。じゃあどういう講座を提供すればいいのか、というところのご質問をですね。あのダイさんからいただくケースが多いので、ちょっとあのご参考までにデータを紹介させていただければなと思います。 あの先ほど申し上げたあの5つの,あの大学がこのムークを活用する意義だったりとかメリットのところで挙げさせていただいた項目に合わせてどういった戦略の中でムークを活用されるのかというところに合わせてお選びいただくのが一番かなというふうには思うんですけれどもご参考データとしてえとあの昨年実施した調査の中であの見たいと思う考座内容についてお伺いをしていますのでこちらでご紹介をさせていただいております。 ちょっと残念ながらですね。あの、この調査の項目自体があの。 ちょっと限られていまして、例えばの心理学みたいなものが入っていなかったりとかです、ね、あのしておりますので、ちょっとその前提でご覧いただければなと思います。で、次のページにですね、今あのご紹介させていただいたものを、えー、と年代別、男女別で、えー、とクロス集計をかけさせていただいているものをご紹介させていただいております。ちょっと字が小さいので、あのお手元の資料でご覧いただくのがいいのかなと思うんですけれども、えー、とかなりですね、男女とあと年代別に学びたい講座内容がですね、あの興味が 関心分かれていたりしますので、まあ、特にあのこういう層にあのアプローチしたいなみたいなところがもしあればその戦略に合わせてあのお選びいただくのもいいのかなと思います。はい。でえっ、ー、と最後になんですけれどもあの交差政策についてあのちょっとどれぐらい費用がかかるのかというご質問もあのまあ、ご興味 強くお持ちいただいている大学様ほどその費用の部分はご心配が多いのかなと思うんですけれども先ほど深原先生の方からもお話しさせていただいたようにです、ね、私ども100大学の大学様にちょっと仲間になっていただきたいなというところとあと学習者の方先ほどデータをご覧いただいたようにいろいろなニーズがあって1つの講座でたくさんの方が満足するというよりは興味関心あるところがたくさんありますのでそういったニーズに対してたくさん講座をご提供していただくということが非常に重要かな と思っておりますのであの初年度に関してはです、ねえー、と最初の1口座目で100万円2口座目で30万円3口座目で30万円とこういった支援金を正会員の大学様に対しては私どもの方から口座政策の支援金としてご提供させていただければなと思っております。 でこの正会員の大学になっていただく上ではです、ね、あの先ほど、エデックスで5000万円みたいな金額がありましたけれども、えー、と年間50万円で、えー、とご入会いただくような形になっております。はいで こういったところの費用を使ってですね講座制作、撮影をしていただいたりとかあとは著作権処理もですね通常の大学の授業と違って教室の中で使うものとは違いますのでオンラインで公開するような形になりますので著作権処理にかかる費用とです、ね、こちらの金額で対応していただければなと思っております。 あとあのディスカッションボードですね、あのあ,あいったものもですね、ちょっとあの基本的には学生さん同士であで学んでいただくというところがベースになるんですけれども、一番誹謗中傷みたいなあのコメントがあったりとか、何かその先生じゃないとお答えできない内容があったりとかした場合にあの、 ディスカッションボードを見てです、ね、サポートしていただく、まあ、TA の方だったりとか助教の,の方だったりとかそこは大学のさんの体制によるんですけれどもそういった体制作りをしていただくためにあのお金を使っていただければなというふうに思っております、はい、では私の方から説明はい、以上とさせていただきますありがとうございます。